ANA と人気アイドルグループナンンバーーアダライン愛とのコラボレーションが日本のみならず世界中で大きな話題を呼んでいます。マーケティング新時代 ANA とナンンバーーアダライン愛のコラボが示すこれからの企業戦略とは ANA とナンンバーーアダライン愛のコラボレーションが日本のみならず世界的にも注目を集めた背景にはいくつかの要因が複雑に絡み合っている。 このコラボレーションがどのようにして成立し、どのような影響を与えているのかを考察することは、現代のマーケティングや企業プロモーションのあり方を理解するために非常に興味深い。この事例は、単なる広告やプロモーションの枠を超え、企業とエンターテインメントがどのようにシナジーを生み出し、ブランドの価値を高め、さらにファンとの結びつきを強化するかを示す象徴的なものだと言える。まず、 このコラボレーションの目玉である ANA のキャビンクルーによる INZM ダンス動画が短期間で大きな反響を得たことは驚異的である。この動画が公開されてからたった2時間で5500回再生され、SNS 上で瞬く間に拡散されたのは偶然ではない。ここには SNS の強力な拡散力、特に若年層のユーザーによるシェア文化が大きく影響している。 キャビンクルーがナンバーアンダーライン愛の楽曲に合わせて踊る姿は、従来の航空会社の固いイメージを打ち破り、視聴者に親しみやすい印象を与えた。視覚的なインパクトとともに、ANA という大手企業が若者の文化に寄り添い、新しい価値観を共有しようとしている姿勢が、ファンの共感を呼んだのだ。さらに、キャビンクルーが日常の業務から一歩離れ、 アイドルグループの楽曲に合わせてダンスを披露するというユニークなプロモーションは、ファンとの心理的な距離を縮める効果を持っていた。憧れの職業であるキャビンクルーがエンターテインメントの一端を担う姿は、視聴者にとって新鮮であり、より親しみを感じさせるものだった。これにより、ANA は新しい、ファンエンゲージメントの手法を提案し、 従来の広告手法を超えた新しいマーケティング戦略を打ち出したと言える。ナンバーアンダーラインアイのファンたちは、このコラボレーションに熱狂的な反応を示し、SNS 上で、次のツアーは ANA を使うというコメントが多数寄せられた点も注目に値する。これは一見、軽い動機に基づくコメントのように見えるかもしれないが、実際にはこれが非常に効果的なマーケティング戦略であることを示している。 若年層のファンが多いナンバーアンダーラインアイのファン層は今後の消費行動に大きな影響を与える可能性が高くこの層が ANA を利用することで ANA にとっての長期的なブランドロイヤルティを築くチャンスとなっている若い世代の消費者は一度良い体験をするとその後も継続的にそのブランドを利用し続ける傾向があるため 今回のプロモーションが ANA にとっては一時的な話題作り以上の意義を持っていることは明白だ。また、このコラボレーションが日本国内にとどまらず、国際的な視野でも大きな影響を与えている点も見逃せない。SNS の拡散力を利用したこのダンス動画は、世界中のファンにアクセス可能であり、ANA の国際線を利用する可能性のある顧客層にも強い印象を残している。特に、 航空業界においては、ブランドイメージと国際的な認知度が競争力を左右する重要な要素であるため、このようなグローバルな視点を持ったプロモーション戦略は非常に有効だと考えられる。さらに興味深いのは、ANA とナンバーアンダーラインアイのコラボレーションが、単なる1回限りのプロモーションにとどまらず、ファン文化やライフスタイルに深く根付いたものとなっている点である。ナンバーアンダーラインアイのファンは、 単に彼らの音楽を楽しむだけでなく、その存在を生活の一部として捉えている。今回のコラボレーションにより、ファンたちは飛行機に乗るたびに、INZM のダンスを思い出し、ANA と n o イのコラボレーションを連想することで、エンゲージメントがさらに強まるだろう。これにより、ファンたちは ANA というブランドに対しても、 より強い親しみや愛着を持つようになる可能性が高い。企業とエンターテインメントのコラボレーションは、文化を超えた感情的なつながりを築く手段として、今後ますます注目されるだろう。実際、他の航空会社や大手企業も同様の取り組みを始めており、このトレンドはさらに拡大していくと予測される。しかし、こうしたコラボレーションが一時的な流行で終わるのか、 それとも長期的な成功につながるのかは、企業とアーティスト、そしてファンとの間にどれだけ、本物のつながりを築けるかにかかっている。現代のファンは非常に敏感で、単なるマーケティング戦略としてのコラボレーションにはすぐに気づいてしまう。したがって、企業が売り上げを伸ばすためだけでなく、アーティストやファンとの真の関係を築こうとする姿勢が重要となる。 ANA とナンバーアンダーライン愛のコラボレーションは単なる広告やプロモーションを超えたものであり彼らが互いのファン層を巻き込みながら新たな価値を生み出していることは現代のマーケティングにおける革新の象徴だ SNS の拡散力や若者文化とのシナジーを生かしたこの取り組みは企業とエンターテインメントの新たな可能性を示している今後も ANA がこの成功を生かし さらなるコラボレーションを展開していくのか、またナンバーアンダーライン愛がどのようにしてこの機会を生かし、さらなる成長を遂げるのか、非常に楽しみである。このプロモーションの成功の要因として挙げられるのは、SNS 戦略の巧妙さだ。現代の若者層は、情報を瞬時に共有し、共感や感動をリアルタイムで発信することに長けている。特に YouTube や Instagram、 ツイッターといったプラットフォームは瞬時に広がる拡散力を持ち短時間で数千人もの人々にリーチすることが可能だこのプロモーションが単なるテレビ CM や新聞広告ではなく SNS を通じて若年層にアプローチした点が成功の鍵となっているまたファンたちが自発的にコメントやシェアを行いさらに多くの人々に波及効果をもたらしたことも大きな要因だ ファンの熱狂的な支持と SNS の拡散力を組み合わせたプロモーションは、現代のマーケティングにおいて欠かせない要素となっている。そして、ANA にとっても、このプロモーションは単なる広告キャンペーン以上の意味を持っている。ANA はこれまで、質の高いサービスや信頼性を強調するイメージを築いてきたが、今回のコラボレーションを通じて、エンターテインメントに対してもオープンで、 時代のトレンドに敏感な企業であるという新しい側面を示すことができた。特に、航空業界は競争が激しいため、他社との差別化が重要な課題となっている。ANA がこのようなプロモーションを通じて、単なる航空会社としての役割を超え、消費者のライフスタイル全般に寄り添う姿勢を強調することで、特に若い世代の心をつかむことが期待される。そして、 このコラボレーションの成功は、他の業界や企業にも多くのインスピレーションを与えるだろう。企業とエンターテインメントのコラボレーションは、今後さらに多様化し、進化していくことが予想される。